例の物体と一緒にロボノイドが発掘された。バカな、紀元前ですぞ。この石のような物体って、まさか。西暦2520年7月14日世界は消滅した。宇宙巡洋艦テトラ乗組員4名、1体のロボノイド、そして2つの謎を残して。次々と現れては襲いかかってくるボス。これまでのシューティングゲームの常識を覆す怒涛の連続ボスラッシュが繰り広げられていく。この世界の中でプレイヤーは今までにない興奮と驚きを覚えることだろう。3つのボタンを組み合わせて押すことで使える7種類の武器、7種類を使い分けてボスラッシュに立ち向かっていく。さらにそれぞれの武器は敵を倒した経験値でパワーアップが図られていく。同じ武器でもゲーム序盤と終盤とではその威力に格段の違いが現れることになるのだ。全ての謎を解き明かす最後の戦いが始まる。新世紀シューティングゲーム、レイディアント・シルバーガン。全てをやり遂げた今、やっと見えてきた。なぜ我々がここにいるのかな。